ターラム駅に着きましたよ。ターラム駅は、ね、西出口の方から確か、出ないといけませんからね。さあ2日目も無事入れましたよ。さあということでね、ターラム駅に着きました。西側から出るスロマターミナルがあって、ここはもうね、駅間散歩やるのも楽勝ということですね。タワラモトンという豚がマスコットキャラクターなんですね。で、西タワラモト駅もう出ます。ということで、さあ新王寺駅に着きましたよと。ぐるりと変わるんですね。え、萩野台とか入ってる。萩野台ってどこや。こっち側にね、はい。ということでね、まあここは、新王寺とね、西田原本の間をね、こうくるくると行き来してるんですけど、あれですね、あそこ、これまで行ってきた柏原。ちなみにこっちが降車専用ホームで、向こうが乗車ホームになっている、2面一線なんですね。さあ今回のターミナルは、おターミナルのところにだるまがいます。ターミナル感が増してますね。こんな感じ。こうすると超シンプルですよね。よいしょ。さあターミナルですね。こんな感じですね。よいしょ。合格だるま、なんか、ここに置いてあるんですね。さあ、新王寺駅、改札を出てきましたよ。ここからね、まあ、こちらの地元の人はね、よく知ってることだと思います。ここの駅のね、構造面白いんですよ。新王寺駅あるでしょ。あそこで線路切れてたじゃないですか。で、そのままね、ずっと歩いてくると、ここにね、王寺駅があると。JR の王寺駅があって、よしよし。駅前ロータリーがドーンとあって、ここに食べ物ね、3階いろいろと入っとって、ずーっと歩いてくると、よいしょ、やっぱ駅長は調子悪いみたいです。あ、モスがこっちにあったんか。そうやそうや、朝モスっていう手もありますけどね。よいしょ。でこっちの方に来ると王子駅あると。まあここは近鉄って書いてない、 JR の王子駅の改札もここにあるんですよね。ここ面白いんですよね。タワラ元もブツッと切り取って、で新王寺と王子の間もブツッと切り取るとでこっち見ると JR 西日本ですね、大和路ですね、に環状線もこっちの方、そのままそうですね、大和路快速でそのまま環状線の方に入ってくるんですよね。こんな感じで天王寺から、まあ、昨日天王寺言いましたけどね、でスーッと降りてきて王子がここと、うん、実際にはちょっと北側に上がってとるような感じな気がするんですけどね、どうなんでしょうかね。でこの前お座りのちらっと王子行きに乗ってきましたよね。ここまで来る電車は多いんですよね。で JR の王子駅のすぐ横に、今度生駒方面に行く、これね、近鉄の王子駅があると。まあちょっとせっかくだからこのね、新王子王子あたり、ね、歩いて行けるとか、こっち側は特急券を持ってるんですね。面白いのがね、それぞれの駅にちゃんと有人駅なんですね。あそこやっとるかな、声優の下のところがフード、地下のところにね、フードコートがあるんですよ。ちょっとね、そこからやっとればいいんですけどね、やってないかな、さすがに。声優自体はもうやってんだな。空いてるんですね。ただ中の店舗がやってないのかな。さすがにこの時間ですからね。あ、一応地下のフードコートの方、動いてますね、疲れた。
応これはもう駅間散歩で入れますか。新王子から王子散歩という距離もないですからね、ただの移動ですよね、これだけやったら。あれね、あ、本当だ、こっちが空いとるんや。え、こっちの奥は空いてないですね。本当はね、実はね、あのね、奥にね、まだやってますね、ホットドッグの専門店があるんですよ。実はここ来るといってもそこ食べに行くんですけどね、残念ながらさすがに空いてないみたいです。ちなみにこんな感じですね、生駒行きということで今から行ってます。この辺りはですね、西大寺列車区にあるんですね、王子分室がこんな風にあるんですね。そっか、ここは黒神社とだるま寺があるんですね。それであのだるまさんが置いてあったんですね。なるほど、これですね。おーっ、見えんな。今日はそうでした、近鉄の駅のターミナルを見ようでしたね。企画の本題を忘れてるんですから、来ません。面白いですよね、新大地の方が2面一線に対してこっちは1面二線なんですよね。さあ、ありますね。こっちは洗練された感がありますね。はい、確かにターミナルありました、ね、ターミナルと、いや、だいぶターミナル分が補充されてきたんじゃないですか。キャプチャー用の写真、これちょうどね、ターミナル感ありますよね。いいじゃないですか。扉が閉まります、ご注意ください。東山駅になるよこれ。さあ、ということでね、このね、5番6番ホームが王子方面の方に行くでしたね、生駒線で。向こうの方走ってるのが奈良線なんですよね。生駒駅もまた面白い構造ですからね。で、こっちはあれなんですね、階段オンリーで、あ、奥にエレベーターがあるんですね。で、そこに7線が走っとって、なんか写真撮ってる、あの奥に走ってるのはまたコスモスクエアってなってますよね。緑の電車が来てます。あれはまた地下鉄と直通しとる、学研都市線でしたっけ、っていう風にね、コロコロと分かれてるんですよ。で、さらに、ケーブルカーもあるというね。昨日初めての田中さんも入ってるけど、で、あれ面白いのが3、4番ホーム、1、2番ホームが学研都市線なんですよね、奈良富田岡とかに。こっちとこっちは改札通らないといけないんですよね。どれからですか？どちらからですか？独特ですね。あの、生駒駅はそこが分かれてるんですよね。あれなんでなんでしょうね。何かしら大人の事情があるんでしょうけど、ですからこういうふうに7線、駒線はこっち改札で、京花線はこっちの改札って分かれてるんですよね、改札を。で、乗る改札間違えたらあかんっていうね、面白い構造なんですよね、本当に。駅でいうと、まあ、ですから、まあ、実際ターミナルなんですよね、この、生駒線がね、ずっと来てますし。何せこれだけのね、ちょうどね、大きな要になってるっていうことでね、まあ、ターミナルですか。
間違いないところなんですけど、駅名表で見とったこの生駒ってところはね、結構幼少感がありますもんね。こっちの方は結構かかなくて、横に走ってるレールがそれ分かりやすいですね。線から動画って、この横から電気取ってるよね。ここから見ると分かりやすいですね。なかなかあの第3基準ね、あの横からね電気を取る充電してるタイプのやつっていうのは地下鉄に多いんですよね。これも実際地下鉄に直通するから ああいう構造になってるんですけど、そうするとねなかなかあれなんですよね、あのこういう上からね、光の当たるところから見ることって少ないですからね。そうこういうところから見れると貴重ですね。さあ生駒駅のね渡った商店街があるの、まだ、あ、さすがにこのねたこ焼き屋さんもやってないやろし、パン屋さんをやっとるかな。さすがに朝日なんてたこ焼き屋さん閉まってますね。このね粉もんや8って大きいんですよね、うん、商店街が最後にこうぐーっと登ってぐるっと回って、ね、最後にここで食べるってことも多いですけど、さすがこの先にねこの時期はね、何ですかね、やっぱ、餅ですよね。やっぱ丸餅やな、こっちは。で、アーケードくれると、あ、ここ、これ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 。あー、閉まっとるな。ここに、これね、は、観光庁返事。あでもね、多分ね、近鉄百貨店の方にもあるんですよ。うん、生駒のね、あっちの方行きあると思いますけど、こっちの北の記事って言ったことないな。何でっけ。創業95年、なんか10年ごとに更新してるんでしょうね。95年ってすごいですよ。でも5年単位でなんかね、15、25、35って更新してきた感じですから、どうする100の時はさすがにもう 100で切りよく変えるでしょうね。まさか変えずに105年まで粘るってことはないんじゃないですか。どうなんでしょうね。で、生駒の郵便局がありの、これでマスだ。なるほどね。マスとね、田んぼね。こっちの方もなかなかの坂ですね。よいしょ。自体豆大福とかいちご大福は聞きますけどね、栗大福ってあるんですね。栗大福ちょっとあんたがやるんや。さあ買ってきましたよ栗大福ね。早速あとでせっかくやから3回食べましょうかね。これで行くよやさん、へえ、あのねなんかすごく老舗な和菓子屋さんなんでしょうけど、中はすごくめっちゃおしゃれなお店でした ね。レシートもほらなんか和菓子屋さんって感じじゃないですよね。なんか洋菓子屋さんっぽい味ですよね。実際ね結構どの和菓子も美味しそうでしたけど、やはりこれちょっと栗大福が気になりましたんでね、買ってみました。こんなところ鮮魚屋さん、お魚専門店、へえ。いやー、アイコもありますね。いろいろありますね。さあ、で、我々は、イコモ先生、こう、これね、イコモケーブルに乗っていこうってことですね。これね、駅がこっちにあって、そこからスーッて行くと、まあ、あの上の通路に繋がってるんですけどね。これね、鳥居前駅。これがイコモケーブルか。これも乗れるんですね。週末フリーパスで。なので、ちょっと乗っていきましょうか。さあ、早速行きますね。駅前交番、こちら交番こっちにあるんですね。これで、駅前、契約。グリーパスに乗れるんですね。よし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 。ちょっとドキドキしますね。本当に通れるのが。もうケーブルが止まってますね。
こんな感じで山頂まで370円になる。へえ。あ、おはようございます。これでいいですか。はい。ケーブルカーが両方ともところ止まったのって新鮮ですよね。ここのケーブルカーは、あ、でかいですかね。高山中期先発ってことで、ね、比較的オーソドックスなケーブルカーと、ね、これがこれ名物とね、未経験ですよね、なんかね。ね、じゃあ早速ね乗っていこうと思いますよ。よいしょ。ありがとうございました。お忘れ物ないようご注意ください。駒場山上方面はお乗り換えください。本日は右側の扉に来ます。右側の扉が開きます。ご注意ください。Thank you.
こんな感じなんですね。
ごいな。へえ。遊園地にやってきましたよ。ただですね、生駒山上遊園地は思いっきり冬季休園なんですね。それぐらい調べときよって話なんですけどね。まあまあまあね、おっさん一人がね遊園地で遊んでもしゃあないですから、まあそれはそれでシュールで面白いか。動画的には、ね、2日から、もう次はね3月の13日までね、ですね、令和2年とって。これ、令和で作り変えたでしょうね。綺麗ですよね。こんな感じで切符ね。で、まあ、料金表もシンプルですよね。このね、まあ、特にあの乗り継ぎとかもね、近鉄線と乗り継ぎとかもあるわけではないですからね。料金表、時刻表は完全に近鉄のやつですよね。昔は直行ってのがあったんでしょうね。こんな感じで直行ってところが作ってありますけど、今は何も書いてありません。で、普通列車がこんな感じなんですね。今49分のが出てて、次は29分か30分ね。それを逃すと11時9分までないんで、これは結構気をつけないといけませんね。11台はこの29分のみと。40分スパンなのかな。そうですね、40分スパンなんですね。